長根公園です。そして冬といえばやっぱり長根リンク、今日は楽しみます。エスプロモ株式会社八戸市体育館館長の斉藤修一さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは、この八戸市体育館、そして長根リンクなどを含め長根公園について、まずはちょっとご紹介いただいてよろしいですか。はい、長根公園はですね、はい、八戸市の中心地に隣接しておりまして、はい、非常にアクセスがいい、いい場所になっております、はい、子どもからシニアの幅広い年代の方々に、楽しくご利用いただいております。たくさんの施設がこの中に集まってますよね。はい、施設としましては、はい、まず体育館を中心といたしまして、はい、スケートリンク、プール、野球場、運動場、武道館等を配置しております。ここに来れば何でもできちゃいますね、スポーツは。そうですね、一年中スポーツは自由に行えるところですね本当に皆さんに体をもう思いっきり動かしてもらえる、長根公園になっておりますが、やはり今の時期といえばリンクですよね。そうですね、はい、スケートリンク、じゃあこの長根リンクについて歴史からご紹介いただけますか。ですね、私も最初からいたわけではないので詳しくはないんですが、資料等をちょっと集めまして、はい、リンク自体というよりはここ長根の堤、いわゆる水田用の用水地ということで、はい、昔から天然の氷がありまして、そこで皆さんスケートを滑っていらしたということなんですよ。で、第1回の昭和5年なんですけれど、はい、第1回の全日本スピードスケート選手権っていうのが行われまして、その時にいわゆるスケートリンクとしての認知が始まったのではないかと思います、うん、そうなんですか。ここ八戸がスケート大会の発祥の地なんですか、日本では。資料によると、全国初のスケート大会の開催ということになっていますので、全国で初のスケート大会であったと思われます。このリンクで皆さん朝晩練習されてるんですか。そうですね、朝もう5時から、5時から夜は9時までとか。はあ、そうなんだ。はい、その間職員の皆さんももちろん来てるわけですよね。そうです、職員はもう24時間シーズン中は途切れることなく交代で勤務しておりますので。24時間勤務なんですか。そうです、3交代。え、なんでですか。氷を維持するためには機械を止めるわけにはいかないので、常に管理が必要になってくるということで。そうなんですか。どういう作業から始まるんですか。そうですね、まずは冷凍機を回しまして、はい、氷作るための前段階として、リンクの氷はコンクリート面を冷やします、うん、あ、やっぱりあの面が冷たいんですか。そうです、あの下をマイナス15度の、うん、ブラインって言うんですけど、はい、通しまして、氷面ではコンクリート面を冷やして冷たくして、はい、はい、その後そこに、60度のお湯をホースで霧状にして巻いていきます、うん、へえ。1回あたり大体1ミリの厚さ、それを1日というか夜6時ぐらいから翌朝5時ぐらいまでなんですけど、うん、10回ぐらい巻いて1日で1センチの氷を作る。1日1センチで、リンクの厚さは何センチまで作るんですか。基本4センチ、4日間で4センチを目標にして作っていきます。そうなんですか、はい、それをまた、毎日繰り返すので厚くなっていくところを削って綺麗なつるっとしたリンクに仕上げていくということですか。ですね、
結氷自体は氷を作る作業自体は4日間、うん、基本的に4日間なんですけれど、はい、その後 お客様が滑られた後の、うん、氷の面を製氷するときにはまたお湯をまいて、うん、製氷車の方でお湯をまいて滑らかにするんですけど、うん、そうするとどうしても少しずつ熱くなっていくんですよ、うん、そうすると一番いい面っていうのは最初に作った氷の面なので、うん、再開の時にはその面を出すようにして、はい、まあ、アウトのリンクですけれどもなるべくいい記録が出るように、うん、管理するということになります。そうだったんですか。いやー、なんかこうただ冷やせばいいのかなって思ったんですけど全然違いますね。そうですね。なるほど、24時間体制で管理されている理由が分かりました。もう皆さんに来て滑ってほしいですね、これはね。そうですね、ぜひ一度いらして滑っていただきたいですね、うん、はい。じゃあこの長根リンクアピールポイントというんでしょうかね、うん、ここがすごいぞ長根リンクっていうところを教えてもらいたいんですが、でまずアウトのリンク、まあ、屋外のリンクであるということ、はい、全国大会が開かれるリンクで滑れるというところ、うんうんうん、それと、まあ、これは、まあ、私どもの会社でやってるんですが、シーズン中毎週土曜日は滑走料を無料にしております。ぜひいらしていただいて、またですね、初めて、スケートを始める方にはワンポイントレッスンというものを行っておりまして、はい、こちらもどなたでも無料で、ちょっと滑り方がとか、はい、初めて氷に立つんだけどという方には、はい、おすすめしております。じゃあ、そんな歴史的にも本当に魅力あふれる長根リンクなんですが、大会に参加する皆さん、そしてリンクで楽しむ皆さん、体育館に来る皆さんをこう喜ばせてくれる素敵なものがこの長根公園、そしてエスプロモさんが管理します体育施設で行われてるんですよね。そうですね、イルミネーションを、はい、点灯しております。長根公園ではどちらを今イルミネーションされてるんですか。正面から入りましてすぐのロータリー部分に、はい、点灯をしております。ということは夜遅くリンクに、まあ、スケートの練習ですとかホッケーの練習で来た方も見られるわけですね。はい、その通りです。ぜひ皆さん楽しんでください。それでは最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。今年もですね、素晴らしいリンクが出来上がりました。東日本大震災の影響でリンクの設備等に破損があってオープンできるのか非常に不安がありましたが、職員一同八戸市の協力を持ちまして完全に復旧いたしました。ぜひ皆さんこのリンクで一度滑ってみてください。一度滑れば良さがわかると思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はエスプロモ株式会社八戸市体育館館長の斉藤修一さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。